うさぎと亀。労働男性に。菊池寛訳。うさぎと亀とどっちが早いかということは、長い間動物仲間のうちで問題になっていました。あるものは、もちろんうさぎの方が早いさと言います。うさぎはあんなに長い耳を持っている。あの耳で風を切って走ったら随分早く走れるに違いないと。しかしまたあるものは言うのです。いいや、亀の方が早いさ。なぜって、亀の甲羅は恐ろしくしっかりしているじゃないか。あの甲羅のようにしっかりとどこまでも走って行くことができるよ、と。そう言って議論しているばかりで、この問題はいつまで経ってもケリがつきそうもありませんでした。そしてとうとう動物たちの間には、その議論から人戦争始まりそうな騒ぎになったので、いよいよ二人は決勝戦をすることになりました。ウサギとカメとは、500ヤードの競争をやって、どっちが速いかをみんなの動物たちに見せるということになりました。そんなバカバカしいことは嫌ですよ。と、ウサギは言いました。が、彼の味方たちは一生懸命ウサギを解き伏せて、ともかくも競争に出ることを承知させました。この競争は大丈夫。私の勝ちですよ。私はウサギみたいに尻込みなどはしませんよ。と、亀は言いました。亀の味方はどんなにそれを喝采したことでしょう。競争の日は間もなくやってきました。敵も味方もいよいよ勝敗の決する時が近づいたので、口々に大声で怒鳴り立てました。私は大丈夫。勝ってみせますよ。と、亀はまた言いました。が、ウサギは何にも言いませんでした。彼はうんざりして不機嫌だったのです。そのために、ウサギの味方の幾人かは彼を見捨てて亀の方につきました。そして亀の大威張りな言葉を大声で喝采しました。が、ウサギの味方はまだだいぶたくさんありました。俺たちはウサギが負けるようなことはどうしたってないと思う。あんなに長い耳を持っているんだから勝つに違いないよ。彼らは口々にそう言っていました。しっかり走ってくれ。と、亀の味方は言いました。そして、しっかり走れという言葉を決まり文句のように皆は口々に繰り返しました。しっかりした甲羅を持ってしっかり生きている。それは国のためにもなることだ。しっかり走れ。彼らは叫びました。こんな言葉は動物たちが心から亀を喝采するのでなければどうして言うことができましょう。いよいよ二人は出発しました。敵も味方も一時にしんとなりました。ウサギは一息に100ヤードばかり走り抜きました。そして自分の周りを見回してみるとそこには亀の姿も形も見えないではありませんか。なんてバカバカしいことだい。亀と競争するなんて。ウサギはそう言って、そこへ座り込んで競争をやめてしまいました。しっかり走れ！しっかり走れ！と、誰やらが叫んでいるのが聞こえます。やめてしまえ！やめてしまえ！と、他の声が言っています。やめてしまえも、どうやら決まり文句になってしまいました。が、しばらくしますと、亀はウサギのそばへ近づいてまいりました。やってきたな、この亀の野郎。と、ウサギは言いました。
そして彼は起き上がって、精一杯の速さで走り出しました。亀がどんなに精を出しても追いつけないような速さで。耳の長い方がやっぱり勝つだろう。耳の長い方がやっぱり勝つだろう。俺たちの言ったことは、いよいよ文句なしに正しいということになるぞ。と、ウサギの味方は言いました。そして、ある者は、亀の味方の方を振り返って言いました。どうしたい？お前の方の大将は。しっかり走れ！しっかり走れ！と、亀方は言いました。ウサギは300ヤードばかり走り続けて、もう少しで決勝点というところへ着きました。が、その時彼は、後ろの方に姿さえ見えない亀と一生懸命競争している自分は、なんと馬鹿げて見えることだろうと考えました。そう思うと、もう競争するのがすっかり嫌になって、またそこへ座り込んでしまいました。しっかり走れ！しっかり走れ！いや、やめさせてしまえ！と、大勢は叫んでいます。どんな用があったってもう嫌なことだ。ウサギはそう言って、今度はゆっくり腰を据えてしまいました。ある人は、彼は眠ってしまったのだと申します。それから1、2時間ばかり、亀は死に物狂いで走り続けたのです。そして、ついに競争は亀が勝ってしまいました。しっかり走ること、しっかりした甲羅を持っていること、それが亀の何よりの宝だよ。と、味方の者は言いました。そしてそれから彼らは亀のところに行って、競争に勝った時の気持ちをお漏らしください。と、言いました。亀は自分ではうまい返答ができないので、ウミガメのところへ聞きに行きました。するとウミガメは、やっぱりお前の足が速いから、名誉の勝利を得たのさ。と言いました。そこで彼は帰ってきて、友達にその言葉を繰り返しました。動物たちは、なるほどそうかなぁと思って聞きました。そこで今日まで、足が速いから名誉の勝利を得たのだ。という言葉を亀やカタツムリ類はそのままに信用しています。が、実際はもとよりウサギの方が亀より早かったのです。ただ、この競争を実際に見た動物たちが、その後間もなく起こった大きな森の火事ですっかり死んでしまったため、本当のことが伝わらなかったのです。森の火事は、大風のある晩に突然起こりました。ウサギだの、カメだの、その他5、6匹の動物は、その時ちょうど森の外れの小高いハゲ山の上にいたので、すぐ火事を見つけることができました。彼らは大急ぎで、この火事を森の中の動物に知らせに行くには、誰が一番いいだろうかと相談しました。その結果、ついに、この間の競争で勝った亀がその役目を引き受けることになったのです。もちろん亀がしっかり走っていくうちに森の中の動物たちは残らず火事に焼かれてしまったのであります。